はい、今からパーマ巻きます。そういうことか。まだ透析してるんでしょ。してるしてる。大変だよ透析。なだからゴルフなんかゴルフやったの1年ぶりにやったとか言ってさ一緒にしたのね、はい、だけどもうそれがえ 体力がないというか。あ、ダメだね、うん、うん、そうだよ。でもほらやる気になってやるから、うんうん、最後までして落ちるの透析してるとね。でもあれでさ、もともとの体力があったから、うん、今も続いてるけど、うん、体力ない人だったら大変だよね。ああ、そっこいちゃうよ。よくだからねここまで来たって感じだね。そうなんだよね、うん、そう思うよ。でもちょこって聞いたら、おいっ子がさ看護師してて透析の方の担当になってるんで、ちょっと聞いたらさ昔のあれと違って、うん、今だいぶその医学が発達してるから よくなってきてるから、うん、昔みたいに透析始めたら8年で亡くなっちゃうとかっていろんな話してたけど、うん、今そんなことないんだよって言ってた。うん、だって1日4時間だもんね。そうだよ。1日受けたもん、ね、大変だよ。あれ負担かかるよな。今サブロー口やってるからな。そうなんだってね、うん、そしたら来年は、うん、口調の、うん、なんていうのあれなんだあのかもしれないとか言ってなんか言ってた。口調課長か、うん、なるだろうねサブロー。ほんでなんかそで今会計をしてんだって。その口調会の方の会長して会計してるんで、うん、その会計すると、うん、その区長にさせられる順番があるんだって。あるよ。だから俺そんな知らねえから会計でいいよって会計になったんだけど、うん、まあでね騙されちゃったよなとかなとかって言ってたよ。そうだ区長会長になるんじゃないもんね、うん、まあ桜かなって多いよ。だって今まで誰も社会貢献できなかったんだから。そうだよね。そうだよ。いいや、区長会長やら名前が残る。俺なんかペーペーやな、こんなことできた。地元にいないからダメだよ。